林立する高層ビルに行き交う人々。静かなようでいて、せわしなさも感じるな。そういえば、都会の皆さんは動物さんたちとお話ししているのをあまり見かけませんね。さっき事務所に来る途中で小鳥さんとおしゃべりしたんですが、今まで話しかけてくれる人がいなかったので嬉しかったそうです。動物と会話か。都会では自然に触れる機会が他の都市より少ないからかもしれん。篠宮が声をかけてくれてよかったな。俺も次に小鳥を見かけた時は話しかけてみよう。これだけ人で溢れているとまっすぐ進むのも難しい。それだけこの場所には人が集まる理由があるのだろう。しかしこの飲み物は何度見ても不思議な色合いをしているな。丁寧に飾り付けてあり、崩してしまうのがもったいないくらい見事な代物だ。カフェで食べたケーキも虹色だったが、やはり豊かな色使いは人々の心に響くということなのだろうか。篠宮を待つ間、これも撮影しておこう。また一つ、都会らしいものを見つけられたな。このロケの最後は夜景を撮ることにした。今までも様々な場所で夜景を見てきたが、ここから眺める夜もまた美しい。眼下に広がる明かりは、その一つ一つに人の営みが存在する証。まさに人がいてこそ作り出される景色だ。都会は夜も明るく眩しいな。この土地がこの景色を形成するに至った様々な要因を考えるのもまた楽しい。故郷から出てきてしばらく経つが、まだ知らない都会の魅力がこんなにも溢れているとはな。今日はとても充実した一日を過ごせたと思う。みんなもたまには普段と違う格好で街を散策してみるといい。思わぬ発見があるかもしれないぞ。